この動画では iPad を使ってお子様と楽しくプログラミングを体験いただけます。コードを作るとき、もっと便利な作り方があるので動画でご紹介します。では関数を作るについてご説明します。関数というのは、たくさんの作業を一つのコマンドにまとめることです。例えば靴ひもを結ぶときは、まずひもで輪っかを作って、次に巻きつけて、最後に引っ張るという3つの作業が必要です。この3つの作業に靴ひもを結ぶという名前をつけて、指示を一つにまとめることを関数を作ると言います。これをプログラミングで考えてみましょう。もし靴ひもをバイトに結んでもらおうとすると、3つのコマンドが必要です。でも靴ひもを結ぶというコマンド1つだけでバイトが動いてくれたら、もっと早く作業が進みますね。このように作業の内容が決まっている場合は、関数を作ると便利です。関数を作るときは、まとめた作業に名前をつけ、その名前の後ろに波括弧をつけます。例えば靴ひもを結ぶの後に波括弧をつけて、その中に輪を作る、巻きつける、引っ張るというコマンドを入れます。これで3つのコマンドが靴ひもを結ぶという一つのコマンドにまとまり、関数として使うことができるようになりました。関数ってどんなことなのか分かりましたか？今はコードをしっかり覚えなくても、意味が分かれば大丈夫です。この関数はとっても便利なので、他にもいろいろなところで使うことができます。でもどうして関数があるのでしょう？関数がないとどうなるのでしょうか？お料理を例にして考えてみましょう。皆さんのお家にロボットのコックさんがいるとします。今日はミートソースを作ってほしいのですが、ロボットなのでバイトのように一つずつ作り方を教えてあげる必要があります。ロボットコックさん、ミートソースを作ってほしいな。作り方はね、まず材料をみじん切りにしたら、次にニンニクをフライパンでじっくり炒めて、そして切った材料とお肉を入れて、最後に味を整えてとろみがつけば OK だよ。それを聞いたコックさんは、言われた通りにお料理をしてくれたので、とても美味しいミートソースが出来上がりました。そして次の日、昨日のミートソースがとても美味しかったので、また同じものを作ってもらいましょう。ねえねえロボットコックさん、昨日と同じミートソースを作って。でもロボットコックさんは、ミートソースを作ってという一つの言葉では昨日の4つの作業を思い出せません。結局また最初から作り方を教えてあげないといけなくなってしまいました。作ってもらうたびにこの説明をするのは時間がかかりすぎてしまって、とっても大変です。こんな時に関数があったらどうでしょう？4つの作業を、ミートソースを作っての一言にギュッとまとめていることをコックさんに伝えました。そうすると次からは、ミートソースを作っての一言だけで、いつでも同じ味のお料理を作ってくれるようになります。毎回細かく作り方を説明するより、
一言にまとめて伝えた方が簡単ですね。手順が毎回バラバラな作業では使えないですが、決まっている手順で完成するものは関数を使うことで指示を簡単にまとめることができます。この関数を覚えておくととっても便利なので、皆さんも参考にしてみましょう。最後は for ループについてです。 for ループは同じ作業を繰り返すときに使うものです。例えば4回スープをくるくるかき混ぜてほしいときも、このループを使うと1回の指示で4回スープを混ぜてくれるようになります。またロボットコックさんに1から4の手順でミートソースを作ってもらいたいんですが、今度は毎日やってほしいな。でもミートソースを作ってという指示を365回伝えるのはとても大変です。そんな時は365日繰り返しミートソースを作ってという伝え方ができます。そうするとロボットコックさんがその1回の指示で365日繰り返しミートソースを作ってくれるようになります。全く同じ作業を指示した回数だけ繰り返してくれるのが for ループです。最初にループで指示を出すと、その後は自動的に作業を繰り返してくれます。何度も何度も同じことを指示するのは時間と手間がかかってしまい、とても大変です。そんな時はこの for ループを使うととても便利です。今回の動画でご紹介した以外にもまだまだたくさんできることはあります。プログラミングは最初うまくできなくても、自分でバグを見つけて最後まで達成することでどんどん楽しくなってきます。失敗しても諦めず、何度でも挑戦して、ぜひ最後までやってみましょう。プログラミングアプリのご紹介やその他の詳しい使い方についてはソフトバンクのショップでご案内しております。ソフトバンクではスマホアドバイザーというサポート専任スタッフを起用しております。このようなスマホ教室の開催やスマホ購入前のご相談など専門的に行っておりますので、ぜひご活用ください。